はい、どうもこんばんは、スーパーメテです。今日なんですけど、スペルブレイクの初心者が知っておいた方がいいことを、まとめてみました。まず最初なんですけど、スペルブレイクにはクラスというものがあって、6つあります。その中から最初に1つを選択して、試合を開始するんですけども、氷のフロストボーン、雷のコンデュイット、炎のパイロマンサー、石のストーンシェーパー、風のテンペスト、毒の毒物学者ですね。なんで毒だけちょっと漢字にしたんでしょうね。ちょっとそこら辺よくわかんないんですけど。次にスキルですね。これはクラスに割り振られた、固有の能力があるんですけども、スキルレベルが1、2、3、4とあるじゃないですか。これはアンチが4段階に収縮していくんですけど、そこに入っていくたびにスキルレベルが上がっていって、どんどんアップグレードされていきます。1と4を比べるとかなりスキルレベル4の方が攻撃能力が高いので、アンチ外で戦うよりは早めにアンチが決まったらもう中に入っていって戦った方がまあ有利に戦えますね。続いてなんですけど、タレントポイントというものがあります。これ試合が始まる前にあらかじめ自分で割り振っとかなきゃいけないんですけど、もともとスキルポイントは6ポイント持ってます。で、その6ポイントをそれぞれマインド、ボディ、スピリットと3つある中のタレントにそれぞれ割り振っていきます。さらになんとその選択したタレントにも4段階レベルがあって、これどうやって上げるかっていうと、試合中にあの宝箱から拾えるスクロールですね、あの巻物状のもの、あれを拾うことによってどんどんレベルが上がってアップグレードされてきます。まあ、だから巻物を見つけたらもうすぐに拾った方がいいですね。かなりあの強くなるんで4段階まで上げると。次、ガントレットの説明になります。まあガントレットというんですけど、これ武器ですね。このスペルブレイクにおける左右に一つずつつけて戦います。で、これ他のバトロワと違うところが、もう最初から武器を持ってるんですよね。まあやってみた方はわかると思うんですけど、選んだクラスのガントレットを最初から一つ、装備してます。で、さらにこのガントレットには5段階レアリティがあって、コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリに分かれてますね。もちろんあのレアリティが上がってった方が強いんですけど、何が変わるかっていうと、呪文のダメージ量が上がって、マナですね、魔法を使うのに必要なエネルギーの消費量が下がります。だからレアリティが上がると DPS、まあ、1秒あたりのダメージ量ですね、これが高くなっていきます。ちなみに余談なんですけど、氷のフロストボーン、これため打ちできるんですけど、何が違うのかっていうと、ダメージ量が3倍ぐらいになりますね。なんで ADS って言っていいのか分かんないですけど、まあ、せっかくなんでこっちを使った方がダメージ効率がいいです。はい、次装備品についてですね、この魔除けってなんやねんっていう人いると思うんですけど、これはマナが増えます。要は MP みたいなことですよね。魔法を使える消費量がこう増えていくわけで、こんなに増えるんですよ、レジェンダリーまで行くと。なんでこれかなり重要ですね。一番大事と言っても過言ではない。で、次ベルトですね。これなんやねんっていう話なんですけど、これはアーマーの役割を果たしてます。はい、シールド値がどんどん増えていきます。あともう一つ大事なことがあって、このベルトをしてないとアーマーのアイテムを使用できないという点に注意していただきたいです。で、次装備品、最後ブーツですね。まあこれは簡単です。移動速度がアップするんですけど、まあコモンとレジェンダリーだともう天と地の差なんで、移動速度が、これも早めに拾った方がいいです。続きましてルーンですね。真ん中に出て丸ボタンで使用する特殊能力みたいなことですね。まず透明ルーンなんですけど、これは透明になって敵から見えなくなります。次ダッシュルーン、これを使用するとダッシュができますね。次スプリングステップルーン、これはジャンプすることができます。まあ敵の攻撃を回避したり、まあ攻撃したりといういろんな使い道があると思います。次フライトルーン、これを使用している間、空中を自在に飛び回ることができます。もちろんレアリティが上がっていくと、その秒数がどんどん増えていきます。続きまして狼の血のルーン、これを使用すると壁に隠れた敵、まあ隠れてなくても敵が赤く見えるんですね。遮蔽物の裏にいる敵までくっきり見えるようになります。結構強力ですよね。エイペックスにも似た能力がありましたけど。次テレポートルーン、これは指定した箇所にワープすることができます。ただ上限があるんでね、距離に。続きましてフェザーフォール、これを使用すると上空に舞い上がって対空してられるんですね。僕これ一番使ってますね。攻撃も逃げるのにも使えるし、これ最強かなと思ってます。使い勝手いいですよ。で、次マップにあるこの青いドーム、なんやねんっていう話なんですけど、マナの部屋と言います。これをね、四角ボタンで起動させると20秒後にレジェンドアイテムが出るんですけど、ここ最初からあの猛者がたかってくるんで行かない方がいいです。で、最初にも言ったんですけど、この巻物みたいのを拾うとタレントをアップグレードすることができます。ちょっと時間長いんですけど、使うまで。このように最初自分が選んだタレントの能力をアップグレードして強力にすることができます。さあ、またボディの巻物を見つけたんで、これを拾っていくと2段階にアップグレード、マナの消費が抑えられるようになりました。ちなみに一応このゲームにもヘッドショットという概念が存在します。体に今当てての38ですよね。頭の方狙ってみましょう。44、黄色いマークが出てダメージが上がってますね。
で、ちょっと今見てて気づいた人もいるかもしれないんですけど、これね、仕様なのかバグなのかちょっとわかんないですけど、ヘッドショット2発目までしか決まんないんですよね。なぜか3発目で通常ダメージに戻る。何なんでしょうねこれ。次なんですけど、スペルブレイクには複合技というのがあります。炎と風でこんな感じですね。火の竜巻ができます。さあ次、竜巻、風と雷、こういう感じでね、強力な技を出すことができるんですよ。いろんな組み合わせがあります。次、風と毒、こういう感じですね。まあ、このようにね、魔法を組み合わせることによっていろいろな技を出すことができるのがスペルブレイクのあの良さですよね。まあ、正直いろいろ試してみたんですけど、変わってなさそうなのもあるんですよね。風と氷、あと風と石ですね。これが正直ダメージは増えてるのかもしれないですけど、見た目はそんな変わってないですね。で、今見た目が変わってない話の続きなんですけど、今炎の中に雷を打ってますね。そんなに見た目変わってないやないかと思う人もいると思うんですけど、これ一応ダメージちゃんと入ってるんですよ。中に入ると分かるんですけど、炎と雷のダメージちゃんと両方こうもらってるので、エフェクトがそんなに変わってなくても、あのダメージはちゃんと追加されてるっぽいですね。で、これが炎に毒を投げ込んだ時、爆発が起きます。ちなみにこれ順番が変わってもちゃんと同じように効果起きるんで安心してください。で、これなんですけど、炎を打ってから氷を打つと消しちゃうんですよね。相反する属性でこれ打ち消しあっちゃうみたいで消えるんですね。まあ、このシーンもそうなんですけど、強攻撃氷で凍らせた後に炎を打つとすぐ溶けちゃうと。一応ね、全種類試してみたんですよね。炎の中に土、なんかこれもエフェクトは変わらないんですけど、ダメージは一応ちゃんと入ってるっぽい。うん、ちょっと分かりづらいですよねこの辺はね。さあこれ次、炎で、石の強攻撃やったんですけど、これ変わってるのかどうかとね、もしかしたらこれ黒いエフェクトが入ってるか、この焦げので、なんかちょっと納得できなかったんで何回かやってたんですけど、火を出してからこの石の強攻撃やったら火が分断されました。うん、これどういう時に使うね。はい、で続きまして、氷に雷を打ってみたところですね。あ、まあ、これちょっと範囲に入っちゃってたんですけど、凍らせてから雷の弱攻撃、やっぱ変わってないですね。次、毒強攻撃の中に氷を打つとこういう感じになります。で、このスモックに範囲に入ると凍ってしまいます。で、次、氷と石を組み合わせます。凍らせてから石を当てるんですが、僕の目にはね、何か変わったようには見えない。次、毒強攻撃に石、これもね、なんか爆発するんですけど、特になんか変わった感じは見受けられないんですよね。まあ、弱攻撃とかも試してみたんですけど、やっぱり変わんないですよね、何回やっても。で、これ毒強攻撃の中に雷弱で、こういう感じですね。これちゃんと変化が見て取れます。続きまして、雷強攻撃の後に毒、これはね、何も起きなかったな。はい、というわけで、スペルブレイクの初心者向けの知っておいた方がいいことをまとめてみました。ちょっとね、もし間違えてたりしたら申し訳ありません。よかったらね、参考にしてスペルブレイク楽しんでいただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。